はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。ペナント横浜編やっていきましょう。ちょっと今回お願いがあるんですけども、難易度の方なんですけどね、まあこのオートの強さを、パワフルにしました。で、1試合2試合ちょっとねやってみたんだよね、監督プレーで同じように。そしたら体感的にはねなんか強くなってんじゃねえかなという気はしたの。まあ2試合やって2試合負けたんですけど、でまあちょっとたまたまかもしれなくて、で見てるその視聴者の方が、あ、これは難易度上がってるなと思ったら高評価を押してほしいんだよね。で、難易度変わってないよと、何も今までと一緒だよと思った方は、低評価を、押してください。ちょっと客観的な目でもねちょっとどうなってるのかなっていうのをちょっと知りたくてお願いします。まあ別にねコメントでもよかったんだけど、コメントだと打たなきゃいけないでしょ。高評価低評価ボタン一つポチッと押せば済む話だから、そっちの方が簡単かなと思ってお願いします。難易度変わってるなと思ったら高評価、変わってなければ変わってないなと思えば低評価で、ご協力お願いします。今回は巨人戦です。まあ2試合やって、1試合がヤクルトとやって7対4か5ぐらいで負けて、巨人戦も1試合やって 1-0 で負けた感じです。まあ一発勝負とかちょっと使わずにやって、うん、確認してみた感じだったんですけど、できれば今までの動画で投げた選手をぶつけたいんだよな。山口選手行こうか。比較的安定して成績残してるね、動画の中だったらね。行きましょう。よし、お、出せと言ってるぞ出せと言ってるぞ。出し上げよう。1番は勇気がいい。じゃあ3番にしよう。あ、柴田選手出そうね。あ、調子いいし、セカンド行きますか。ちょっとね調子のいい倉本選手外しにくいもんね。2番か、選手のタイプが分かんないからな。いやー、もうちょっとなんか下位打線でのんびりやらせてあげたいな。2番、うーん、迷うな。いや、これが一番しっくりくるな。これがなんか一番しっくりくるな。倉本選手2番、うん、いや、これでいきます、これでいきます。よし、頑張りましょう。難易度、うん、そうだな、俺の体感的には変わったような気はしてるですよ。これ変わるなら変わるで相当問題あると思うんだよね。分かりにくさすごすぎる。もっと分かりやすくしてほしいよね。これは監督プレーにも反映されますよと、そういうことは一切書かれてないわけだから。模様をお送りしてまいります。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターがガキ。やり方は本当今まで通りやってきます。基本低め中心。これでワンアウト、ランナーありません。左バッターボックスは上井。打った、ピッチャー返し、抜けた。亀井、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。次は4球目、投げた。打った、これは強烈。どうですか、変わってると思いませんか変わってると思わない、思わない。バッターは4番、坂本。通算155本塁打まであと9本としています。投げた、打ちました。打球は三遊間へ、一塁へ送る。いや、しょうがないね。今のエラーつくのはちょっと返すかな。バッターは5番クルーズ。外角、第5球、投げた、打ちました。1、2塁間への当たり、セカンドフォースアウト、アウト。よし、ゲッツー、3アウトチェンジ。1回の裏、これからベイスターズ。さあ、攻撃だ。バッター青い、ビラテン、カジタニ。第4球を投げた、インハイ、空振り三振。先頭バッター三振に倒れました。左バッターボックスは今。さあ、柴田君どうしようか、思いっきり振ってみようか、引っ張りで。投げた、空振り三振、2者連続三振。バッター永遠の切り札ロマン。
よかった。三者三振はねちょっとねやだよね。2回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは太田、投げました外角低め空振り三振、まずは三振に切って取りました。さあ4球目打ちました。まあ初回の2点はさ、今までそういうことがなかったからちょっと今印象的に映ってるかもしれないけど、まだちょっと判断はしづらいと思うんだよね。第5球投げました。まあ、ゲイにこうやって簡単に抑えれるイニングもあるわけだし、2回の裏これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターまああの時ね俺ゲッツ欲しくて内角投げたけど、打ったのは長野選手だしね。投げました打ちました、セカンド左奥のフライになりました、掴みました、これでワンアウトランナーありません。バッター青稲妻ロペス、いやただなんつうかなちょっとこれね言い方難しいけど、負けるなら負けるで全然いいんだよね。その方が面白いじゃん。あの勝ちすぎても嫌じゃないこういうのって。ただまあ負けるにしても負けるにしても例えば今のままだったら2対1とかさ、なんかこうちょっといい勝負をしたい。先頭バッターピッチャー高木投げた、打ちました、セカンド前方のフライになりました、取りました、これでワンアウトランナーありません。ね、外角トップに帰ってラキー、第1打席は内野フライに倒れています。打ちましたショートバウンド、ボールを掴んだ、いいよ、軽快な守備を見せました。これでツーアウトランナーありません。投げた、あっと引っ掛けた。実際に今日出したさあの柴田選手っていうのは現実世界で出てんのかな、一軍で。この回きっちりと3人で3回の裏2点を追いかけます。ベイスターズの攻撃、よし行こう、都会の男巨人キラー、次は5球目打ちました、よしナイバッチ、やっと出たぞ初ヒット。倉本いいバッティングを見せました。バッター期待の名捕手飛ばし、いや打たせよっか打たせよっか、送ってもな失敗そうだもんな。投げた打ちました、うーわーちょっと待って、俺の中で1、2塁間をビシッとね抜く予定だって。待ってね、第6球は見逃しの三振、横浜スタジアムからお送りしてやられたぜ横浜に。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは長野、投げた変化球空振り三振ちょっとごめん、これすげえ判断しづらいだろうな、俺なんか判断しづらいことを求めたよね。落下点に入った、掴みました。俺がね実際ねあの2試合やっててもこんな感じだったの。これが2度目のバッター、判断しにくいなと、難易度上がりましたっていう形でねあの動画を出すレベルではなかったんだよね、ちょっと自分の中では。だから視聴者の方の意見も聞きたいなと。間に合うんじゃないですかこれ、あっち左バッターボクサー2番柴、今日の第1打席はスイングアウト、送ってみようか、一塁へ牽制球を送ります、投げました、うまいピッチャーの左へ転がした、一塁送球アウト、さあ得点圏にランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。センター返し、第5球投げました、変化球送ってフォアボール、ランナー2人を置いて、ここぞとやんばかりに使えるぜ。第1打席はナイスタイミング、いってこい、投げました、いやーうまいいやー全然ホームランって出ないね、なおもチャンスが続きます、投げました打ちました、いや1点も入るんじゃないか、あ無理だ無理か、タッチアップ無理か、これでツーアウト、ランナーはフルベース変わりません。宮崎選手どうしようかな、なんかフルスイング来るんじゃないかこれ。第4球を投げた、よし来た、クルーズあ取ってアウト、スリーアウトチェンジ、惜しかったね。満塁の満、5回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは太田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打ちました、ファースト右横のフライになりました、いやいいですよ、ファーストキャンバスの後方ボールを掴みました。第4球を投げた、打った、抜けた、惜しい、ボールは中継、村田いいバッティングを見せました。バッターは8番相川、今日の第1打席はスイングアウト、打った、大丈夫大丈夫、レフトへのフライになった、レフト下がった、取りました、
ボールは中継、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。低めで投球、これから5球目、変化球、空振り三振、すまないね、5回の判断難しいと思うけどぜひ協力してください。あ、今のやり取り良かったね。山口選手がちょっとニコッとしたところとかね、すごく良かったよ。投球これから5球目、打ちました、1・2塁間のゴロ、1塁送球アウト、打てねーな、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター期待の名捕手戸柱、第5球投げた、打ちました、よし、あ、ダメか、一塁キャンバス踏んでアウト、ちょっとごめん、これで2アウト、ランナーありません。71球か、ピッチャー変わってほしいんだよな。ちょっと待てで球数放らせよ。さあ5球目、見逃し三振、ちょっとね、高木隼人選手は打てる気がしないな。先頭バッター、左にね、弱いっていう能力持ってんだけどね。投げた、打ちました、うまい、ライナー破った、ヒット、バキア、ナイスバッティングです。バッターは2番、上井、これが3度目のバッターボックス。なんか低めやられる気がするな。時は3球目、投げた、打った、ライト方向へ持っていきましたが掴みました。やっぱ先頭打者っていうのは出したくないな。一気になんかやりづらさみたいなのが出てくるよね。第5球投げました、打ちました、いやー、長野さん打つね。ヒットになります。ボールは中継、長野いいバッティングを見せました。これさ、広げてしまいました。一発勝負来るんじゃねえかな。次が4球目、投げました、低め、空振り三振、最後は148キロストレート、頼む、抑えて、やばい、ピッチャー返し、抜けた、いや大丈夫、帰ることはない。クルーズ、どうする、もう一回集中使うか。ベイスターズ、なおもピンチが続きます。もう一回使おう、ちょっと取られたら無理だ、もう次ない。第6球をランナー一斉にスタート、三振、もう入った風には見えんかったけど、ストライクです。6回の表が終わって2、ベイスターズこの回1番からの交代順に、いや左打者弱いんだけどな、高木選手ね。第5球投げました、打った、宇宙間へ持っていきました。いや今なちょっとミスっちゃったな、ビッグベースボール使ってもよかったな、今このイニングの鼻から。さあ、いやなまら警戒されてるぞ、うちのルーキー。さあ4球目、まあ、さっきね、劇的な送りバント決めたからね。掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッター、永遠の切り札ロマン、切り札打とうぜ。フォアボール。さあ5球目、ストレート、空振り三振ボール球に手が出てしまいました。やられたぜ、永遠の切り札だもんな。試合は7回に入ります。この回のトップバッターは村田、第5球投げました、見逃しの三振。バッターは8番、相川、今日は三振と、まあ、ちょっと動画撮ってないことを話すのもなんだけど、難易度パワフルのやつね、やって、まあ、確認のため自分で2試合してるじゃない、まあ、さっきも話したけど2試合負けてるんだ。バッターはピッチャー高橋、俺の中で3連敗なんだよ、ここ負けたらね。これ送りバント来るでしょ、難しいぞ、ほら、取った、二塁送る、セカンドフォースアウト、送りバント難しいんだよ。これで2アウト、うちの柴田君がいかにすごいかってことだよ。第4球は打ちました、1・2塁間抜けた、ボールは中継、脇谷ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。亀井さん左 F、 田中選手出しましょうか。ピッチャーを交代します。山口降板。すごくない成績。切れ味抜群のサウスポー田中、今日2番手としてマウンドに上がります。投げた、得意のストレート、空振り三振。7回の表が終わって、7回の裏、ベイスターズ7番の攻撃に。さあ、ここは監督一番の見せ所。最低でも追いつくぞ。まずはフルスイングだ。止まらなかった。第3球を投げた、打った、走れ、クルーズ、ボールを取る、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。青い稲妻ロペス、今日はサードゴロとレフトフライ、投げた、カットボール、よし、高木ストレートのフォアボールを与えます。使っちゃいますか、一発勝負使っちゃいますか。さあ、ここ
ゲッツーにはならんべ、行ってこい。第3球を投げた、打ったに当たりだ、ボールはレフトへ飛んでいきます、取りました、ついてね、ハーフウェイから一塁に戻ります、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。代打、乙坂選手とか面白そうなんだよな、行こう。バッター10年に1人の男前、乙坂、行ってこい男前、しゃまった。第4球を投げました、打ちました、セカンドの左、クルーズ掴んだ、2塁アウト、チェンジ、結局一塁残塁、変更しましょう。あ、ごめん、違う、あ、そうか、ジュリーいねえんだもんな。さあここは守備を、ジャイアンツこの回はクリーンアップからの攻撃。あ、ここまでですね、田中選手お疲れ様でした。ここまで全打点を叩き出しています。須田選手か長田選手だな、長田選手かな。ベイスターズピッチャー交代です。第5球投げました、ストライク、チー、バッターは4番坂本、低めに低めに、痛烈な当たり、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。外角、バッターは5番クルーズ、今日4度目のバッターボックス、外のボール球打った、ボテボテのサード、間に合うかな、サードから1塁送球、よし、スリーアウト、チェンジ、長田見事、8回の裏、さあ点取っていきましょう。ベイスターズの攻撃、代打関根選手、チャンスメイク、バッターは黄金のスピードスター関根、待てだべ、ほら、投げました、外角、よし変わるかな、ピッチャーストレートの変わんない、バッターはピッチャー長田、代打、荒波選手長周期では迷わず出すんだけどな。松本選手、噛んだ、松本選手、バッター浜の切り札、松本、ベイスターズ代打構成、かっこいいね、浜の切り札だって、俺がつけたのかな、わかんないけど、引っ張り、はまれ、第3球は、よし、ボールはライナーで右中間へ、ヒット、ボールは中継、松本いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました、打順は1番に帰って梶谷、さあ打ってこう、センター返しだべ、さあ5球は5球目、打った、センター前進、取りました、いや点欲しいな、これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わりません。柴田くんはね、流し、あ、集中された、次は5球目、さっきからずるくない、柴田くんの時だけさ、なんか一発勝負とか集中とか使ってさ、なんとも期待できないねなんとも期待できないね、左 F って見た時点でね、これはもう峰井さんでしょ、ピンチヒッター峰井、読み切れ読み切れ読み切れ、何来る、センター返し、はまれ、うわうまい、うまいな、使いどころが、投げました、アウトロー、空振り三振、完璧だね、ベイスターズ2者連続三振に打ち取られました。正直今やっててすげえ楽しいよ、ごめん全然考えてねえよ、誰行く、須田選手かな、で、あ、なに、ここであれ、ピッチャーしか変えれないのか、今えらいことになってるから、守備、さあいよいよ最終回、キャッチャー関根選手になってるから、あら、これでいいんじゃない、
他いじることなしかな。ないね、問題なしでしょ。さあここは守備を変えてくるようです。とりあえずね、失点せず投げました。外角低め一本、見逃し三振。さあ6球目投げた。おっとこれうわごめんよ、ごめんなさい。8番相川、通算100ギダマのあと7として打ちました。左中間へ持っていきましたが掴みました。あと一つ、まずアウト取っちゃおう。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第4球を投げた、打った、流し打ち。あー惜しい。いやーけどあれだよね、体に当たらなければ、体に当たったのか知らないけど、球の勢いあったらね、1、3塁とかなってたかもしれないもんね。さあ、次は5球目打ちました。いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきました。掴んでこれで危ない、ギリギリじゃん。須田なんとか踏ん張りました。山口降板、9回の裏2点を追いかけ、さあベイスターズの攻撃、バッターは青波の帝王こうか。今日はここまで3打数1安打。次は5球目投げた、低めボール球、達成。よし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 、ダイソー桑原選手いるよね。バッター青い稲妻ロペス、まずロペス選手に一発勝負、迷うことなく使うよ。まず使おう。さあここで勝負に出ました。行ってこい。いや理想はな、得点圏にランナーなんだけど。よっしゃ。よっしゃ。場外ホームラン。場外だって。第17号同点。やばっち。本当にえげつないほど元気だね。瞬間ホームランと分かる超特大や。バッター夜の秘密兵器宮崎。よし秘密兵器も打ってこう。第4球を。高めボール球打った、走れ一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは目覚めの天才石川。よし天才、最初のバッターボックス打ってこう。投げました、よっしゃナイバッチ。あいやいい当たりついたね。これで2アウト、ランナーありません。バッターは黄金のスピードスター関根。待て、次はラストボール投げました。マルコクへズバッと決まって、いやとりあえず追いついたよ。9回までなんかある？あ、そっか、筒香選手失っちゃったね。三上選手かな。ベイスターズピッチャーを交代し、投げました、打った、センターへ飛んだ、頼む。よし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 、やーぶねー。あら、立岡選手スランプじゃない。見逃しの三振。バッターは4番坂本、通算155本塁打まであと9本としています。打ったいい当たりだ、ボールはライナーで左中間へ、クリーンヒット。いや打つね、バッターランナーは1塁蹴って2塁へ、坂本ツーベースヒット。ベイスターズピンチを迎えます。右のバッターボックスは5番クルーズ、今日はボール球で4打数1安打。さあこの対決に集中します。投げました、打ちました、大丈夫でしょう。今ライディーンかかっていくけど、これ多分俺買ったやつだな。ベイスターズこの沢村降板。ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。代打ヒューマ選手、荒波選手が残ったね。代打はヒューマ、さあ打ってこい。第3球を投げた、打ちました、よし、素晴らしい。第4球を投げた、くっそーくっそー、今フルスイングハマるのは自信あったんだよな。柴田君引っ張り。第5球投げた、153キロ直球、空振り三振、2者連続三振。は流し打ちだ。第3球は打ちました、フラフラッと上がった。坂本余裕があります、取りました、これで3アウト。山崎選手いきますか。
ベイスターズピッチャー延長11回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは打った、ショート左への打球、一塁へ送る。ピンチにさえならなければ山崎さんは本当は最強だよ。これが5度目のバッターボックス、打ちました。山崎ボールを掴んだ、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。投げた、打った、セカンド左横のフライになりました。安定してるね。取ってアウト、3アウトチェンジ。山崎三者凡退に抑えています。マシソン、もうぶっちゃけ今俺も勝つ術としてロペス選手に一発勝負ホームランで終わりっていうのがちょっと見えてるぐらい。いいのかな、俺次使うからね、ロペス選手に使うからね。投げた、低めボール球打った、面白いぞ面白いぞ、アウト。これでワンナウト、よしお願いします。今うちで一番頼りになる男だから。いってこい、ほんとここしかないぞ、点を取るときはもうここしかないと思ってる。投げました、うまいんだけどな、走れ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 、スペース無理だな、当たりよすぎるな。いいバッティングを見せました。これで今日バッターは夜の秘密兵器宮崎、今日はここまで4打数ノーヒット。投げました、よし、レフト前クリーンヒット、ボールは中継、宮崎ナイスバッティングです。左バッターボックスは7番石川、次は6球目、投げました、うーわ。左バッターボックスは8番関根、今日はフォアボール三振。第3球打ちました、これはピッチャーの真正面、走れ走れ、いやーきついな。2塁までランバッター、東の伊達片岡、リリーフか、先発のイメージなんだよな今日。しっかりと中ってついてるからな、いけるんだろうな。なんかちょっとここ野川選手は荷が重そうな気するんだよね。ベイスターズピッ、第5球投げました、打ちました、打球はセンターへヒット、ボールは中継、片岡いいバッティング、これバント来るわ。第9初球バント、ファースト取って一塁へ送る、石川取ってアウト、ランナー二塁に進みました。ベイスターズピンチを迎えます、打った、右中間へのフライ、取りました片岡、打球を確認して三塁へ向かう。ベイスターズなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは立岡、うっ、打ちました、ライト線グーッと打球が取って、うわびっくりした、超焦った、正直気抜いてたよ、スランプの選手だべと。ベイスターズこの回2アウト3塁、いやー焦った、危ね危ね。宮国降板、ベイスターズこの回の攻撃は勝ちましょう勝ちましょう勝ちましょう、ちょっと長くなっちゃったけどもさ、だからこそ勝って終わりましょう。バッター永遠の貴公子荒波、もう負けはないんだから思い切っていこうぜ。投げました、打ちました、バキボールを取る、バキ一塁踏んでアウト、荒波いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。これでワンアウト、直球外れた、フォアボール、バッターは2番柴、ここまで2打席連続三振。ちょっと待って、どうすっかな、盗塁は 100% っていう自信がないからちょっといけないんだよね。送って、いや、さあ4球目打った、内野ゴロ、ゴネ掴んだ、二塁送球、走る走る、しまった、よし、危ねえ危ねえ危ねえ。ボールを掴んだ、一塁送球アウト、試合引き分けました、引き分けで終了です。ちょっと判断しにくいかもしれないね、2対2引き分けで終了しています、ごめんなさいね。まあもしよければ、難易度が変わってると思えば
高評価変わってないぜというふうに思った方は低評価でお願いします。ちょっと客観的なね、目を見たいなということでお願いします。あ、そっか、引き分けだからあれか、横浜のあの曲は流れないのか。そっかそっか。マノチさんがいじった難易度は自分がやらない時の大閉じの難易度ですよ。もう俺もねそう思ってたんだよね。そう思ってたんだけど、どうだろう。ちょっとここでね、高評価低評価をみんながちょっとその俺の言った通りにつけてくれれば、みんなの目がわかるじゃん、その数字として。なんでちょっとこれはちょっと俺も楽しみだね。みんなはどう思うのか。俺は難易度変わったかなっていう印象です。あ、俺昨日の説明欄にホッケのフライにタルタルソースが一番合うみたいな、なんかそんなようなこと書いたんだ。でそれ見てコメントくれた方がいて、本場のホッケって大きいらしいですね、関西のホッケなんてししゃもクラスですよ。それはもうホッケじゃないよそれはもうホッケではないよね、ししゃもだよね。いや、わかんないもんな。もう北海道生まれ北海道育ちだからさ。けど北海道の中でも港町とかそこら辺に行くと全然やっぱ違いますよ、札幌と比べても。やっぱまず高いなって思う、札幌の方が。港町とか安いし、でかいし、魚が。まあ当たり前だけど新鮮だしね。よし、終わりましょう。まあ、難易度が実際のところどうあれ、これでいきます。実際に変化なかったらなかったでも別にいいし、あるんだったらあるんでこれに設定しといて、まあいい感じの試合がなんかできてる気もするしね。こんな感じでいきます。ちょっとコメントもういくつか読んでいきます。プロスピ2016は出ると思いますか。ちょっと難しいんじゃないかなと思うけどな。PS3 を捨てて PS4 とビータだけでいけば出せると思うんだよね。やっぱね、3機種で出すってのはあまりにもお金がかかりすぎるから。でプレステ4がだいぶ普及してきてるじゃない。だからそこら辺でものすごい金かかるからね、プレステ3のソフトって作るのに。プレステ4はどんぐらいかかるか知らないけども、まず元取れない、プロスピの売り上げレベルだったら。だからやっぱりね、コナミもボランティアでやってるわけじゃないから、まあね、そこら辺は難しいんじゃないかなと思います。ソフトバンクにマジックが点灯するのはいつと思いますか。いや、近々するんじゃねえかってぐらい強いよね。原口選手今日打ちました、見てました見てました。あ、すげえ、そう見てたの俺。あのね、ちょっと、今日11日でね、試合終わってから見てて、阪神日ハム戦を2試合見て思ったのは、まあ、原口選手はね、ちょっと1試合しか見れなかったんですけど、高山選手、すごいよね。なんだろう。打つんだろうなっていうオーラがあった。なんかすごくあった。なんか他の人にはない感じの、まあちょっと、2試合目の方はちょっとパッとしなかったけども、1試合目とかすごい打ってたじゃない。やっぱこの人は打つ人なんだなっていう、そんな本当にすごい印象を受けました。面白かった。よし、終わりますか。パワフルは自殺行為ですよ。いやー、まあ、俺の持論だけど、ゲームは負けてる時が一番面白いと思ってるから、まあ今日引き分けたけども、まあだからこんなぐらいのね、勝つか負けるか分からないっていうのがやっぱり一番楽しいよね。ちょっと勝ちすぎてたから、今までは。もう俺の中で難易度変わってる気でいるからね。いつまで喋ってんだお前はと、そう思うだろ。俺も今思ったいつまで喋ってるんだと思ったね。
寂しいんだ俺も、喋りたいんだ。よし、終わりましょう。終わります。バイバイ。